皆様、本日は JBDF 北海道プロフェッショナルスタンダード部門チャンピオンの大西渉力組にインタビューを行います。大西先生、力先生、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。先日はね、電話での出演内容を快諾していただきましてありがとうございます。今日はね、いろいろとざっくばらんに語っていただければと思います。さて、現在 JBDF 北海道では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から9月10月に小樽にて無観客にて競技会、ね、開催したんですけれども、いよいよ11月22日札幌市豊平区体育館にてプロフェッショナル部門を開催いたします。大西組にとっては約1年ぶりの大会になると思うんですけども、いかがですか？はい、皆さんご存知の通り、今年は新型コロナウイルスの影響で数多くの大会が中止になってしまいました。我々は幸いにも1月2月イギリスと東京で大会に出ることができたんですけども、北海道での大会は昨年の11月に行われた第37回同心スポーツ杯以来となっております。そうなんですね、皆さんの前でダンスを披露することができる機会が失われて約1年経過して、まあ、やっと踊れるといった感じですね。そうですよね、まあ、選手にとってはね、活躍の場所が制限されてしまうということで非常にね、辛い期間を過ごしてきたと思いますけども、まあ、またね、大西組をはじめね、プロのダンスを待ち望んでいるダンス愛好家がね、いっぱいいると思うんですよね。なので、そんなダンス愛好家の皆様、そして先生のね、直接の生徒さんたちに向けて何かメッセージいただけますか？はい、選手として踊る場所がないということは、こんなにも心細いことだということが本当にこのコロナの期間で身に染みて分かりました。我々ダンサーの踊りを楽しみに待ってくださっている北海道、そして全国のダンスファンの皆様、本来ならば皆様 の目で直接我々の踊りを見ていただきたいんですけども、まあ、それが最高なんですけども、まあ、今回は画面からでも楽しんでいただけるように最高のパフォーマンスをすると誓いますので、皆様ぜひ楽しみにお待ちください。頼もしいですね、うん、そして大会を開催するにあたって平田先生をはじめとする JBD 北海道の先生の皆様、そして関係各位の皆様には本当に熱く御礼を申し上げます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。準備ありがとうございます。はい、さあ、力先生からは何かありますか？はい、プロになってから、うん、昨年までは毎日が目まぐるしく過ぎていて、うんうん、あっという間の1年でしたが、うん、まあ、今年は少しだけ引退したような気持ちに、いや、引退はしないです。あ、びっくりしました。私は、うん、そうね、私は、もちろん現役選手の皆様も同じように思った方もいるかもしれません。うん、しかし、この長いお休みの中、たくさん考える時間も増えました。それは自分たちにとってのダンスへの思いの強さでした。大会に出られない、皆様の前でダンスを踊ることができない、いつになったら大西組のダンスが踊れることができるのか、そんなことを考えると自然とね、こう涙が溢れてきまして、そんな時に、まあ、自分は自分にとってダンスというものがどれだけ大切で、うん、愛おしいものなんだろうって考え直させられました。今回は私たちのそんな気持ちをたくさん込めて、うん、大会に臨みたいと思いますので、皆様どうぞ応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあね、今説明あったようにね、大会当日はですね、無観客で開催するんですけれども、その大会の模様を録画して配信する予定です。ただですね、今回っていうわけじゃなくて、今までも JBD 北海道が主催していたダンス協議会の優勝者によるオナーダンスっていうものがあるんですけども、それをね、 YouTube チャンネルで実は配信してるんですよ。で、まあ、大西組のオナーダンスも数多く配信してるんですけども、その中でもね、再生回数がすごいんですよ。どうですか？まあ、2018年の4月に行われた毎日杯っていう大会が、ね、あったんですけども、そのオナーダンスね、確かね、クイックステップだったと思うんですけども、もう7万回以上再生されてまして、コメントとかね、高評価数もすごいんですよ。ありがとうございます、うん、いや、はい、その動画のことは僕も以前お聞きしまして、うん、実際に見に行きました、うん、でコメント欄にこの動画を見てダンスを本格的に始めようと思いましたといったコメントがあったり、数多くの温かいコメントがあって、すごく嬉しく
くなりました。本当にありがとうございます。いや本当そうなんですよね。なのであの、まあ、SNS っていうのはね、一方通行じゃなくてコミュニケーションね、双方向のコミュニケーションがあるとコメントしてくれた人も喜ぶと思いますので、ぜひね、暇見つけて、そんな暇ね、ないと思いますけど、あの時間見つけて、ぜひね、あのコメントを返してあげてください。はい、まあそうですね、私はそんなにあの SNS とか得意ではないんですけども、はい、まあ、大西先生とか得意なんで、うん、まあ、あとうちにいる学生とか、うん、まあ、学生とかね、上手いですよね、若いんで、ちょっと聞いてやってみたいと思います。いや本当にあのデシャバリって言われないか怖くてちょっとコメントは控えてたんですけども、あのその代わりにグッドボタンはいただきましたので、あの今度はコメントかけるように頑張ります。はい、ありがとうございます。さて、大西組といえばですね、JBDF 北海道が誇るプロスタンダード部門のグレートチャンピオンということなんですけども、まあ、北海道っていうね、枠を超えまして、まあ、全日本、まあ、全国規模ですね、そしてね、日本を超えて世界にも挑戦しているっていうことなんで、まあ、そういった数多くの大会の中で、記憶に残っている大会であったり、まあ、成績であったり、逆に、こんなダンスを踊れたとか、そういったエピソードをもしあれば紹介していただけますか。そうですね、はい、おかげさまであの本当にいろいろなところに行かせてもらって、昨年は中国の大会に行ったり、うん、まあ、もちろんイギリスの大会に出 たり、まあ、全国各地回って大会に出たりしますけども、やはりこう印象に残っている大会、まあ、いろいろありますけども、あの中でも僕は北海道インター、北海道インター、はい、そうですか、思ってます。はい、おお、理由はですね、はい、あのまあ、北海道インターはもちろん全国規模の大会なんですけども、うんうん、こう準決勝から決勝に上がる際に、まあ、準決勝12組が全員こうフロアの前に立って、こう1組ずつこう順番に決勝審査に呼ばれるんですけども、うん、ここ何年 なんか僕ら一番いつも6番目に呼ばれて6人中すごい、もう6人中6番目に呼ばれて、もういつもドキドキしながら待ってて、よく今年は呼ばれたみたいな、あの僕らも嬉しいし、そのそれに対してこうあの見に来たかってくれる、くださってるお客様も本当にあのボワッと盛り上がってくださる。確かにね、北海道インターでね、あの今ね、大西先生も説明してくれてますけども、全日本チャンピオン級の選手も出場しますし、時にはあの海外からね、世界レベル の選手も出場したりしますので、相当レベルハイレベルなんですよ。そんな中、やっぱり地元のね、北海道の選手が決勝6組の中に呼ばれるっていうことで、しかも5組まで、あ、いないのかなってことで、最後に大西組でしたらもうドカーンって来ますよね。ありがたいことです。まあ、そういった、やっぱりね、あの地元のね、ダンスの愛好家のことをね、愛してるっていうね、コメントいただきました。ありがとうございます。力先生はいかがですか。そうですね、私が記憶に残ってるエピソードは何個かありまして、はい、全日本選手権で初めてセミファイナルに入った、はい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 、あとは初めてロンドンの大会に出場した時と、うん、まあ、同じくロンドン の前哨戦があるんですけど、はいはい、その前哨戦で初めてファイナルに入った。おー、ファイナル行きましたね、それはね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、まあ、あのどの大会でも1ラウンドごとにあの雰囲気やスピードだったり、うんうんうん、すごい違もう格段に違っているので、うん、もうすごく楽しくって気持ちよく戻れた思いがあります。なんかこうもっと上に行きたいって、こう未知のこうワクワク感がありました。そうですね、ワクワク、ワクワクね、ワクワク。まあそういうふうにね、まあ、貴重な情報で、ね、聞くことができました。まあ、現在はね、あの新型コロナウイルスの影響で、うん、あのイギリスなんかでもね、あの競技会、大会の開催中止だったり延期がね発表されている中ですけども、そういうことで世界でね挑戦する機会がね失われてると思うんですけども、あのそういう時だからこそ逆に海外のコーチは今こういう時代ですから、オンラインであのレッスンとかしてるっていう話を聞いてるんですけど、それ受けたくなってきてるんですか。はい、そうですね、あの我々も、このオンラインのアプリを使って、うんうん、いつも習ってるコーチに定期的にあの踊りを動画を送って見てもらって、うんうん、こう電話をしながらコミュニケーションを取って、うんうん、あの習っております。なるほど、はい、本当にこのオンラインアプリがこう普及して、うん、あの北海道にいながら世界のコーチャーになられるってことは本当にありがたいことだなっていうふうに感謝してますし、まあ、これが北海道でもあのノーマルになっていけばいいなというふうに思っております。そうですね、あの自分たちが習っているコーチャーのレッスンもそうなんですけど、まだ習ったことのないコーチャーのレクチャーとかも受けたりしてますね。うん、そうですか。まあ、Zoom のいいところは旅費が、そうですよね、旅費大きいんですよ、海外に行くのは、ね、北海道から東京、東京から海外は遠いんですよ、ね、まあね、
あ、それがね、距離を関係なくいきなりポンと画面の前にね、はい、現れるということで、まあ、便利ですよね、はい、まあ、そういったので、ね、どんどん挑戦してほしい、はい、ということで、まあ、オンラインレッスンもコロナ禍の中を受けて、いよいよ11月22日に向けて準備万端といったところだと思うんですけども、情報によると11月22日の大会にとあるね、共済品が選手の皆様に配られるということで、今こちらに準備してるわけですよ。まあ最初からあったんですけどねあのどういうのかというと、株式会社アリストさんっていうところが出しているメダリストという、これあのサプリメントというか、なんかクエン酸飲料水、クエン酸飲料水、これ粉ですか、はい、飴じゃなくて、はい、粉です、粉、これをということは水に溶かして飲むと、そういった商品になったんですね。具体的にどんな、あの、なんですかね、はい、商品説明というか、これあの僕らは本当に愛用させてもらってるんですけども、うん、あのクエン酸の他に、まあ、アミノ酸だったりビタミンっていうのが、うん、まあ合計40種類ぐらい入って、うん、40種類、はい、すごくあのこう日々のケアだったり、まあ、スポーツやってる人のこう疲れを取るのにあのすごくおすすめの、いいじゃないですか、はい、あの飲料水でございます、うん、すごくあのこれレモン味なんですけども、うん、疲れてる人はすごく酸っぱく感じて、はいはい、あの僕らもケアいつもしてるのでもう甘く感じる、甘い、はい、レモンなのに、はい、そうなの、そうなので黙って持って飲んでいただいて、酸っぱいと感じる人はちょっとこれをあの2、3日飲むと、徐々にそのクエン酸が乳酸をかいあの分解して、で疲れを取っていって、それによってこう甘みを感じやすくなるっていう、なるほどなるほど、ことらしいんで、そういうことですね、はい、ですごく溶けやすいんですよ、溶けやすい、これちょっと溶かしてみます、まあ、正直ね、こういうの、まあ、私は個人的にはね、面倒かなみたいなところありますけど、実際ね、3秒見ていて、あ、もう溶けてる、あ、溶けてる、溶けてる、おで、もう3回、うん、シュッシュッシュッとこう振れば、あ、もう本当だ、溶けてる、溶けてる、ちょっとこれ画面に見ちゃって、こんな感じでもうダマがない状態になっております。これ便利ですね、はい、すぐ溶けるんだったらね、一瞬で溶けるのですごく飲みやすいですし、なるほど、はい、あのそうです、ね、大会の時もおすすめになってますので、まあ、500ml のお水届いてもらえたら、うん、これすぐ飲めるんで、そうですか、はい、ぜひこれがね、あの、まあ、大会当日選手の皆様に配られるということなので、まあ、練習ね、あの頑張ってきた選手正直疲れてると思うんですよ。だからもしね、朝もらった後に飲んで、そしたら本番バッチリになってるね、可能性もありますので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。株式会社アリストさんのメダリスト、レモン味かな、はいですね、楽しみですね。ということで、まあ結構お話いろいろね、お聞きしたんですけども、最後にね、贅沢なお願いするんですけども、11月22日北海道ダンス選手権開催しますけども、無観客で開催ということで、あのダンス愛好家の方々ね、見ることできないわけじゃないですか、ダンスをね、はい、なので大会への意気込みを込めた先生たちのダンスをちょびっとだけ披露していただきたいんですけども、どうですか。もちろん喜んで踊らせていただきます。ありがとうございます。お礼にですね、大会当日実況中継はするんですけれども、その時ね、大西組を多めにちょびっとね、多めに言ってそうかなと思うんですけど、これ、鈴木俊先生に同じこと言ってるんで、うまいことね、バランスよく、取りたいと思いますので、では、よろしくお願いします。皆さん、お楽しみにしてください。
はい、ありがとうございました。さすがグレートチャンピオンの踊りといったところですね。まあ、皆様にはね、ぜひ生で見ていただきたいというところなんですけれども、それは来年までのお楽しみということになりますけどもね。お待ちください。さて、そろそろお時間になりましたので、今後もね、こういったあのインタビュー動画とか撮影していきたいんですけれども、正直ね、もうネタがつけてしまってなんかね、ネタ思いつきますかね。そうですね、あ、一つあの思いついたのが、新人にインタビュー。はいはい、新人、新人さんいらっしゃい、新人さんいらっしゃい、新人さんいらっしゃい。なるほどね、それちょっと思いつかなかったんで、まあ、ちょっと検討していますね。私はそうですね、現役選手へのインタビューもいいんですけど、はいはい、例えば、思い切って OBOG の OBOG 先生にインタビュー、はいはい、なるほど、っていうのも伺ってみたいですね。ああ、そうですか。例えばあの学年の同期の先生方の知られざる姿、はいはい、あ、なるほどね、まあ、OB のね、まあ、学年出身の OB 多いですからね。そうですね。ただね、そこね、頼むのちょっと頼みたいんですよ。まあ、ここがね、力先生がね、ドーンとこう、はい、やってくれたらね、いいんじゃないかなと思いますけどね。頑張ります、まあ、といったね、冗談を交えながら進めてまいりましたけども、今回のインタビューはこの辺でお開きにしたいと思います。11月22日は大会模様をね、実況中継や解説として映像をお届けする予定ですので、皆様ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。大西先生、近藤先生、今日どうも貴重な時間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。全国の社交ダンス愛好家の皆様、11月22日私たちプロの踊りを楽しみにしていてください。そして来年はぜひ会場で直接お会いしましょう。それでは皆様、さようなら。皆様、本日は JBDF 北海道プロフェッショナルスタンダード部門、もう一回行きます。ゆきこ先生にメダリスト飲んでもらいます。疲れてる。お疲れ様です。お疲れ様です。です日々お疲れ様です。といったね、まあ、冗談を交えながら、進めてまいりましたけれども、今回のインタビューはこの辺でお開きにしたいと思います。11月22日、実況中継とね、解説ということで映像をお届けする予定です。お楽しみにしてほしいと思います。大西先生、力先生、今日は貴重な時間ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。楽しみにします。